ニューヨーク市地下鉄 R142 軽電車は、ニューヨーク市地下鉄にて1999年より使用されている通勤系電車である。本校では同様の構造を持ち、川崎重工業製のニューヨーク市地下鉄 R142A 型電車についても取り扱う。ニューヨーク市地下鉄で従来なかった新規軸を多数取り入れた。 ニューテクノロジートレインの量産車両第1号として1999年より製造されたイディビジョン用の車両である。R142 はボンバルディアトランスポーテーション製、R142A は川崎重工業製である。本車両のプロダクトデザインは工業デザイナーの宇田川進学によるものでエクステリアインテリアを担当し、2001年には インダストリアルデザインエクセレンス賞の銀賞を受賞、さらにデザイン誌、ID の ID アニュアルデザインレビューにおいてデザインディスティンクションエキップメントに選出された。R142 は1999年より1030両が、R142A は同年より600両が導入され、2004年には全1630両が出揃った。 2018年現在は R142A のうち380両が R188 型に編入されたため1250両在籍する。ニューヨーク市地下鉄では標準的なステンレス車体であるが側面のビードがなくなっている点が従来との違いであり、また運転席直後のドア左右には白と赤のグラデーションが配された飾り帯が貼られている。 行き先表示器は前面が LED 式、側面は LCD 式で、側面のものは R142 と R142A で合線表示部分の書体が若干異なる。水色のプラスチックのベンチのようなロングシートで構成され、クッション類の設置はない。また、立ち脚用には座席端と中央、扉付近には握り棒があるが、吊り革はない。 また窓上には路線図式の案内表示器が枕木方向には LED 式のフリーボード案内表示器が設置されている。ニューヨーク市地下鉄の量産車両では初めて VVVF インバータ制御を採用した。R142 はアルストム製、R142A はボンバルディアトランスポーテーション製をそれぞれ使用している。また、 主電動機もカゴ形3小誘導電動機が採用され、4LCA1640A と称される。現在、R142A のうち380両は、R188 型へ改造及び編入され、6号線から7号線へ転属し、代わりに、R62A 型が6号線へ転属した。しかし、それでも r 四十二 a の一部が六号線に、 残っていたが、こちらは4号線へ転属し、R142A は全車4号線所属となった。2017年現在、R142 は2号線、4号線及び5号線で、R142A は4号線で走っている。2020年3月27日、2号線で運行していた R142 の6346から6350の車内で、 放火事件があり、この車両の運転手が亡くなった。現場はセントラルパークノースマイナ -110 丁目駅付近だった。このうち6347は車内が焼損した。ウィキメディアコモンズにはニューヨーク七カ鉄 r 1 4 2軽電車に関するカテゴリーがあります。ウィキメディアコモンズにはニューヨーク七カ鉄 R142A 型電車に関するカテゴリーがあります。 ニューヨーク市地下鉄 R142A 型電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。